B レジェンド田中です。今日は筋トレで体重を増やすときに気をつけるポイント4つについてお話したいと思います。今回はなかなか体重が増えない方のためのお話をしていきたいと思います。私も大学生の頃にですね、空手の大会に出場していまして、体重を増やしたくてもうなかなか増えなかったという経験があります。高校生の頃はですね、こう見えて、身長が165センチなんですけど、60キロ以下の階級で試合に出ていました。ところがですね、大学生になると一般のクラスというカテゴリーに変わりまして、体重制限が70キロ以下になってしまうんですよね。10キロも体重差があるとなかなか今まで通り戦えないということで、私も大学生の時に体重を増やすチャレンジをしました。知識もなかったですので、なかなか体重を増やすということがうまくいきませんでした。今回は、私の失敗談を元に、お話をして、気をつけるポイントをお話していきたいと思います。まず一つ目のポイントです。一つ目はしっかりカロリーを摂取しようということです。体重が増える状態というのは消費カロリーよりも摂取カロリーが多い状態が必要になります。つまり基礎的な代謝と運動で消費する代謝があるんですけど、それによって1日の必要なカロリーが出てきます。それ以上にカロリーが摂取できていないと体重は増えません。体重がなかなか増えないとお悩みの方は、とりあえず1週間食事から摂取しているカロリーですねを計算してみてください。7日間のカロリーを計算して平均値を取った結果、1日平均2000キロカロリーぐらい摂取できてるなとなっても体重が増えないという場合は、2000キロカロリーでは足りないという状態になります。どのくらいのカロリーが必要かということについては、実はですね、体質も影響したり、消費カロリーが多い体質であったりとか、なかなか栄養を吸収しない体質であったりとか、日常生活でしっかり運動を行っているや歩いて通勤をしている、自転車で通勤をしている、仕事で体を動かすという方はやはり消費カロリーが多くなってしまいます。体質と生活習慣、また運動習慣によって体重を増やすための必要なカロリーが変わってきます。例えば私の場合はですね、もともと食欲がそんなになかったので、お弁当1個食べればもうお腹いっぱいという状態でした。ただし週5回程度空手の稽古であったり、走り込みであったり、ウエイトトレーニングであったりと、3時間から4時間ぐらい、毎日体を動かしていましたので、お弁当を1個食べるだけでは、なかなか体重が増えないという状態で過ごしていました。今考えると消費カロリーが当然高い状態なので、もっとカロリーを取る必要があったなぁと反省するポイントになります。2つ目のポイントは、いろいろな食材をバランスよく取ろうということです。先ほども言った通り、私は体重を増やそうと思って体作りに取り組んでいたのですが、そこでですね、ボディービルドジムに通うようになりました。ウエイトトレーニングを始めて筋肉を増やして体重を増やそうというアプローチを取ろうと思ったのですが、どのような食事を取ればいいのか、全然知識がなかったのでわからない状態でした。そこでジムにいたボディービルダーの方が鶏胸肉と野菜とパスタを食べていたので、こんなすごい体になるにはこの食事をやったらいいんだと単純に考えてしまいました。そこでですね、私はとりあえず同じものを食べてればいいのかなということで、半年間毎日1食でパスタ、200g から 300g と鶏胸肉とサラダを毎日食べるという生活を行いました。基本的にあんまり食事に関心がなかったので、同じもんばっかり食べていたんですが、今思えばですね、それは減量用の食事でしたね。しかも同じ食材ばっかり食べていますので、栄養のバランスが偏っていました。もちろん三大栄養素といってですね、糖質、脂質、タンパク質という三大栄養素は、脂質以外はある程度抑えれてたと思うのですが、やはり食事は三大栄養素以外にもビタミンやミネラルと美容栄養素が重要になってきます。同じ食材ばっかり食べて栄養を摂取していると、微量栄養素ですね、そこに偏りが出てきてしまいますので、やはり健康的な体の状態にはならないということになってしまいます。私の場合はですね、やはり同じ食材ばっかり食べていた、ストレスも影響してたとは思うんですが、その生活をやりだしてですね、ずっと下痢が、収まらなくなりましてですね、最終的に病院に通うということになってしまいました。で、そこでですね、ドクターの方に言われたアドバイスは、バランスよく食べなさいという、一言で、終わってしまったんですけど、
まあ、そこからですね反省して、まあ、普通の食事をとるようになったんですね。そうすると下痢も収まるということになりましたので、体作りといえばですねクリーンな糖質源、パスタであったりとか、白米であったりとか、オートミールであったりとか、あとはまあ低脂肪のタンパク質源として、鶏むね肉っていうのはまあ定番のメニューではあるんですけど、やはりまあ同じ食材ばっかり食べていると栄養バランスも崩れるので、まあ、いろんな食材から栄養を取りましょうというのが、もう一つ重要なポイントになります。当然先ほども私鶏むね肉と言ったんですが、まあ、タンパク質ですね、筋肉を増やしたいときはタンパク質はもちろん重要になりますので、しっかりトレーニングされている方であればできれば体重1キロあたり 2g のタンパク質を摂取するようにチャレンジしてみてください。大づかみな計算ですが、お肉だいたい 100g あたり 20g のタンパク質が取れるとざっと計算すれば良いと思います。3つ目のポイントは、脂肪がある程度増えることを許容しようということです。摂取カロリーが消費カロリーより多い状態を作らないと体重筋肉は増えてこないということになるんですが、カロリーがオーバーしている状態であれば当然脂肪もつきます。皆さんできればですね脂肪をつけずに筋肉だけ増やしたいなと思われることは当然あるかとは思うんですけど、筋肉を増やそうとするときに脂肪をつくのをですね完全に拒否してしまうと、やはりこうカロリーが足りない、中途半端なカロリー摂取でトレーニングを行うことになるので、やはり筋肉の成長のスピードという点ではなかなか無駄が多くなるというか、効率的に筋肉が成長しないという状態になりますので、筋肉が増えるときはある程度脂肪は増えるものとして許容することが大事になると思います。4つ目のポイントは、脂肪が過剰に増えている状態に注意するということです。先ほどと言っていることが矛盾するかもしれないんですが、体重を増やすことに集中しすぎて、例えば普段2000キロカロリーぐらいしか摂取していない方が、一気に5000キロカロリーぐらいまでカロリーを増やしてしまう。そうするとですね、筋肉がつくペースにもある程度やっぱり限界がありますので、それ以上にカロリーを摂取してしまってもですね、筋肉がつくペースよりも今度は脂肪の方がつくペースが勝ってしまうという状態になることがあります。私のおすすめとしては、体重が徐々に増えるペースと、筋肉が徐々に増えるペースがマッチしてたら、そのまま続けると。で、体重が増えてるのに使用重量ですね、トレーニング中の重量が伸びないような状態が続くのであれば、一旦増量をストップして軽いダイエットに入るというのも良いかと思います。気をつけたいポイントとしてはですね、過剰な脂肪の増加は筋肉のつくペースの低下につながるというところです。体脂肪が増えすぎるとテストステロンですね、筋肉をつけるために必要な、男性ホルモンの働きが弱くなるという論文も出ていますので、そのポイントにも注意していきたいところです。また体重の増加はですね、血中の中性脂肪やコレステロールが増加したりですね、脂肪が増えすぎて脂肪肝になったり、睡眠時無呼吸症候群になったりとかですね、健康への問題も懸念されます。私の経験から言いますと、私もとにかく筋肉つけたいというところで、過剰にたくさん食べた時期はありました。そうするとですね、寝ている間にですね、よくいびきをかくなと指摘されることがちょくちょく出てきました。そしてですね、寝ている時に何か息苦しいなと思ってですね、苦しい苦しいバッと起きてしまうことが、たまに、出てきました。これ今考えると、睡眠時無呼吸症候群だったんじゃないかなというところがあります。そこでですね、少し体重を減らす必要があるなというところで、一旦、いびきが収まるまで減量に入ったという経験があります。筋肉をつけるためにといっても、健康ですね、健康を損なってしまっては、意味がないので、その点も注意していきたいところではあります。なので、脂肪が過剰に増えすぎた場合ですね、重量もそんな伸びなくなったや、健康問題が出てきたという場合は一旦軽い減量を入れると良いかと思います。いかがだったでしょうか。私もですね、20代の頃はなかなか体重が増えずに苦労して、知識がない中でですね、身を見まねでやってみて失敗したということを、いくつか経験をしました。で、実際に皆さんもとにかく何かで見た強い人がやってるからとにかくやってみようということで、今の体重を増やしたい状態に適さないやり方でやってしまうことも起きてしまうと思います。ぜひ先に挙げたポイントを意識して体重増加、筋肉を増やすことに取り組んでみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しています。
概要欄の方からクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他ビーレジェンドでは毎月新商品も発売しています。お得なセールも開催しておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまたお会いしましょう。